こんにちは、藤田です。こんにちは、遠藤です。よろしくお願いします。はい、今日ですね、はい、はい、QPS さん、はい、上場されました。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、よかったよかったです、本当に。はい、ね、これから宇宙産業がより盛り上がるというところで、民間の衛星会社がまた一つ上場したということで、非常に素晴らしいなと思うところなんですけども、そんな日に、はい、偶然、はい、あの弊社もですね、はい、はい、社名変更するという形になりました。はい、というところで、ちょっと遠藤さん、あの社名変更のまあ流れですとか、まあ、思いですとか、はい、はい、ちょっとその辺をですね、ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。分かりました。はい、弊社ですね、インクルーシブスペースコンサルタルというあの社名で、これまであのずっと取り組みをさせていただいてきましたと。今回ですね、あの改めて、我々の事業とは何かというところを振り返ったときに、まあ、宇宙を活用はしているものの、まあ、結局ですね、地上、まあ、ランドですねにおける課題に対して、まあ、宇宙からの、まあ、新しい視点、人工衛星のデータを使って、まあ、新しい今までなかったあのインサイトをあの導き出してですね、そこからソリューションをこう生み出していくということなんじゃないかというふうに、まあ、思い至りまして、まあ、より率直に我々のこう事業を体現する、まあ、社名に変更するというところで、ランドインサイトという社名にすることにしたという形になっています。うん、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、本当にあの昨年もですし、今年もですし、あの現場をですね、そうですね、一緒に、はい、はい、まさにあの這いつくばってはいませんが、歩き回っていたわけですけど、歩き回りましたね、はい、だいぶいろんなところで、そうです。まあ、その結果、あの我々の、まあ、事業可能性だったりとか、はい、あの市場における役割というのが見えてきたのかなという、そうですね、まあ、そんなところですよね。はい、あの本当に地域に足を運び続けてきて、あのいろいろお話を聞くと、どんどん次から次へとお困りごとが、うん、あの出てきている状況で、まあ、今の衛星データであの事業可能性が見出せる部分ももちろん出てはきたんですけれども、まだまだ解決できない、今の技術だとちょっと足りない部分もあって、うん、まあ、これから QPS さんだったりとか他 の, あの衛星開発事業者さんがどんどん衛星上げていくと、あのデータの量も質も改善していきますので、まあ、将来的に解決できるであろうという課題も、うん、ここは発展性がある分野だなというふうに思っています。うん、そうですよね。はい、あの特に、まあ、あの注力領域といいましょうか、まあ、直近この2年あの見てきた中でもですね、はい、あの、まあ、事業領域についてちょっとご説明いただいて、はい、そうですね、はい、あの、まあ、まずは直近の活動の内容というところで、まあ、今年リリースも出させていただいてましたが、本年はあの福島県の南相馬市でですね、農業行政の分野で衛星データ利用ができないかというところの実証をあのしてまいりました。うん、今回はですね、添削確認という、まあ、現地に何が植わっているかを行政職員さんが一個一個確認しに行くという業務を、まあ、画像 の, あのデータを解析することで、簡略化できるんじゃないかという仮説からあの、まあ、実証を進めてきたわけですけれども、うんうん、これについてはあの経済合理性をあの一定示すことが で, きるとできたというところ、そうですね、はい、よかったですね、今年の本当に、まあ、進捗だったかなと思います。で、あの具体的に今ですね、来年度あのどんな取り組みをするのか、そして予算あのどういった形で、いただくのかというのを今南相馬市の方々と協議をしているところになっています。うん、はい、はい、今回添削確認っていうかなりこうクロード好みの領域、そうです、ね、になっているので、まあ、これ市場性あるのかとか、どれだけでなんかレバレッジの効いた事業になるのかって言われると、まあ、まあ、一定以上もちろんなりますけれども、はい、あのまあ、どうなんだろうというところも、まあ、そういう意見もあるのももちろん認識している、そうですね、はい、まあ、とはいえ、ね、その現地確認もの、はい、まあ、これ弊社用語ですけども、はい、現地確認ものは結構ありそうですよね。いや、そうですね、そこがあのこの添削確認っていうすごいニッチなところからスタートするあの、まあ、意義にもなってくるかなと思うんですけど、うん、ここでできたあの01っていうものが、まあ、やはり農業行政の関わっている方々の中でも、あれ衛星使えるじゃんとい う, こう、まあ、マインドの変化というかにつながっていきますし、まあ、ひいては市役所全体でですね、そういった業務、あの現地確認業務というのはあのたくさんあることが分かりましたので、うん、まあ、農業関係の行政の部門の方から、あのそれ以外の部門の方にこうどんどん広がっていくような取り組みできると、うん、もう全然あのなんて言うんでしょう、取りに行けるマーケットが変わりますので、はいはい、そういうふうにこう積み重ねていけるといいのかなと思います。はいはい、そうですね、はい、ぜひ頑張りましょう。はいはい、あともう一つですか、はい、領域としては、はい、そうですね、はいはい、まあ、畜産に関わるあの課題解決の新しい形として衛星データを使う取り組みも、しておりますと。まあ、具体的には衛星のデータを用いたですね、新しい、まあ、放牧ですね、牛の放牧をするシステム開発という形になるんですけれども、うん、まあ、これを、まあ、こちらは大学との、 あの
共同研究、そして実証、そして事業化へという形で今取り組みを進めているところになります。はい、そうですね、はい、まあ、本社もあります北海道大学さんと、はいはい、ご一緒できてよかったなと。そうですね、はい、いかにこう社会に実装していくかという観点だと、やはり事業化を一緒にやっていくパートナーが欲しいというところでお声掛けいただいて、うん、はい、まあ、実証からどうビジネスにしていくかというところを今一緒にやらせていただいているんですけれども、これもまた来年進捗をご報告できるんじゃないかと思いますの で、 そうです、ね、はい、一つ一つ積み重ねていけるように、はいはい、頑張っていきたいと思います ね、はい、そうですね。以上2つの事業領域を今メニューで進めてまいりましたけれども、まあ、経済合理性を示せた部分もありますので、これは横にの自治体さんにこう広げていく活動をしていくのもそうですし、他の業務に広げていくというような形で、まあ、どんどん事業の規模を大きくしていくというのが一つと、はい、まあ、新しい実証そして事業化へとの種というところで、放牧の新しい形を、まあ、大学との共同研究実証という形で作っていくと、はいはい、まあ、大きく二軸でこの、まあ、新しいランドインサイトという社名でですね、再スタートというか、そうですね、はいはい、まさにそうですね、プロダクトがついにマーケットにフィットしたという形が作れましたので、はい、まあ、ここからは横展開というか、はいはい、突っ走っていけるという、そうですね、というところですね、はい、まあ、ちょうど衛星会社さんも上場もされたことですし、はいはい、いよいよかなというところが、今年の師走になったのかと思います。そうですね、はい、はい、じゃあそんなところでございまして、はい、来年もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。